笑顔にしてくれるところが面白いです。プロの人がおじいちゃんとかおばあちゃんに変装するやつが好きです。ビーナス一話ご覧になってた、面白かったです。ビーン藤岡さんが怪しいと思います。どんなところが、なんかちっちゃい時にいじめてたって言ってたから。危険なビーナス、今夜9時。